日もねチェンノブライト続きプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。さてね、前回ね確かキッチンの大家さんのミハイルの任務を手伝ったところで終わってたんだよね。そう、前回ねそのミハイルのまあ依頼かな、サーバーのデータを全部消してほしいみたいなね。で敵のね傭兵集団にこう打撃を与えるんだって言ったけど、でも主人公はね、まあ、データを消すよりかも、まあ主人公は自分だけどね、データを消さずにまあターンへの情報をねゲットするためにそのクエストっていうかねアクションを利用しちゃったんだよね。なんかあれはそこのミハイルね、ミハイルデファリアティア、そう命がけでね爆破したビル立ち往生だ。なんかバチェーンのここにある、急げガスマスクが必要だ。モニュメントの隣のビルを探せ。お前ほどのやつならすぐ見つかるだろう。容器は想定外だった。ガスがきつい。幻聴が聞こえる。幻覚が見える。何の容器？やばくないか？常習性ドラッグのせいかもしれない。いずれにせよ見捨てるわけにはいかない。なんだあれは襲ってくる。助けてくれ。大丈夫か。ちょっとドラッグやってと言ってたけど大丈夫かな。お。レジスデイムゼラダラドガ。ドゥーガレーダーあたりに君が見るか。ミハイル。ミハイル。どこだ。あれか、行くっきゃねえか。ちょっと待ってくれ、アイテムとか大丈夫か。あ、ちょっとリボルバン弾持ちすぎか。ちょっとリボルバン弾預けたよ。弾いっぱいだった方がいいかもしんないけど、あ、保管か、もうやべえ。問題あれば十分かな。ショットガン弾5発、ショットガンも一応持っていくか。ライフル16発。あーやっべえな、前回バンバン撃ちまくったからな。あの前回黒衣のストーカーにあの追い回されてね、ちょっとがっつりとね、あっやべえ、ちょっと放射能まずいね。オッケーで HP やばいんで、この回復つくとこはめっちゃあるね。あと放射能系もつくとこか。あ、ちょっと待って、俺今放射能系作ったわ6個も。あ、バカだったな。こっちだ、こっちが回復役だ。無駄に作っちゃうのもいいや。で癒しの軟膏で HP を回復する。あら、間違えた。いやー、 OK。 チェンノブレットね、 HP 休憩っていうか寝ても HP 回復しないんだね。よし、行こう。ガスマスクもちょっと取んないとね。で一応主人公はこのミハイルの苦境、先ほどのミッションはうまくいかなかった、もう主人公のせいね。で NAR の襲撃を止めるために、まあ、爆薬を起爆した後、ミハイルは毒ガスが充満した建物に閉じ込められてしまった。ガスマスクを調達して彼を救出しなければ。行こうか。であとはオリビエさんが弾薬効果が100もう 99% でいきます。であとオリガさんが
探索いいね、 99% よし行こうか。まあ、本日のミッションはこんな感じだね。行きましょう。Милый мой Игорь, ты как старая черепаха, которая перевозит животных через реку на своей спине. Вот только некоторые из них — скорпионы. А скорпионы жалят. Такова их натура. どういう意味だ？さっそりはさしてくる。まあね。ちょっと意味深なナレーションだけど。ナレーションっていうか、まあ、イーゴルに対するターニャのこう、なんていう警告みたいだったよね。このロードのちょこちょことした謎の声で、まずはガスマスクを取りかんとね。ここは放浪者か。ここがガスマスク。ここもなんかあるね。ちょっと距離があるからテキパキと行こうか。物資があれば嬉しいけど放射能がまずい。道沿いに行ってもダメか。こっち側から回っていこうか。ミハイさん、ガスマスクじゃなくて毒ガスが充満したところにいらっしゃる。ちょっと急がんとね。大丈夫？大丈夫そうだね。薬草があるぐらいか。薬草はね、ああ、あそこに放浪者いる。でも放浪者は確かレーションかなんかと交換だから現状持ってないもんね。いいか、行こう。放浪者はね、確かレーションと取引してくるんだけどね。あれ、レーションは鍵屋だったっけ。ちょっともう一回行ってみよう。取引できたかな、普通にワンチャン。お、こんちくん、落ちてるし、ラッキー。Привет, привет. Хочешь поторговать? Не могу не спросить. Вы и цум на кайра. Мы же в самой жопе мира. Почему ты вообще этим здесь занимаешься? Здесь повсюду жопа мира, друг мой. Он от нее думал, наверное. Иногда для того, чтобы построить успешный бизнес, приходится сворачивать с проторенной дорожки. Этому меня лично Уоррен Баффет научил. Ты знаком с Уорреном Баффетом? Ну, Уоррен Баффет. Нет, я его на YouTube видел. Считай, то же самое. Окей. Это 食事を装備品と交換. Ладно, Атлант, расправивший плечи. Покажи, что у тебя есть. Ченобуй でさ、持つか。ガスマスクのフィルターがあるけど、交換しとくか。でも。こうね、拠点にあるから別にいっか。アーマーはどっちのアーマーだっけ今使ってるの。多分こっちなんだよね、メタル。これちょっと1個 OK。 よしよしよし、これでいこう。Думаю, я пока наторговался. Удачи с твоей империей, Атлант. Спасибо. Но удача мне ни к чему.どう考えてもこんなところで商売するよりももっといいとかあるよね。ビジネスチャンス、まあ、どこにでもやっぱこういうのあるんだね。どこにでもやっぱり商売人はいるよ。まずここから行ってみようか。ちょっと、あ、ここか。前回なんかもうこれなんかいるわ、そこら中に。確実にできるじゃん。あ、でも物資あるんだよな。ショットガン立てようか。ショットガン装備。ちょっとショットガンでぶっ飛ばしていけ、あいつ。いるって分かってれば怖くない。
いると分かってれば怖くないし、めっちゃ物資あるし。こっちはいないか。いた。死んだ。ワンパンか。あれ、でも声はするな。ワープしたね。そっちのグライトのね、敵ね、ワープすんだよね。あ、リボルバーの弾。あ、でっかいリボルバーの弾。あ、しかもリボルバー。よし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 、リボルバーゲッチュ。銃は貴重だからね。一旦スキャンしようか。もう一回ショットガン装備して、4発。ここにいるんじゃないの？あ、いないわ。嘘？リボルバンタマ、なんでこのリボルバンタマばっか。リボルバンタマって結構手に入りやすいのかな。でもこの声がするのはさ、でどこ、ここ、いいや、行こう。外に逃げたのかな、あいつ。なんだ、え、なに、ここだね。まずは行きましょうか。よし、上の階なかったよね。どっかにいるっぽいけど、え、あ、どこ来る。なんかおっさんの叫び声みたいなやつ。じゃあ今、え、はい、行こう。あとこっちもいる。あ、こっちは兵士だ。あっぷな、一人だけ。あ、奥の、ちょっと待って、まずい。一人だけか。あ、やばい、めっちゃいる。まずい、ちょっとまずった。アーマーがあるからなんとかなるかな。アーマーが飛んだ。くそ、草が見えない。ヘッドショット入ったラッキー。適当押しでも入るもんだな、このゲーム。ヘッドショット痛いからね。あ、こっちも死んでたのか。ラッキー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 だな。ここ物資ある。ミハエルがちょっと急がんといかんけど、でもどうしても物資が欲しいもんだからさ、そこなんかあるな。お、ガスマスク、これだ。ガスマスク来たね。ガスマスクはどれだ、あれ、これか。使用するにはガスマスクフィルターがいる。オッケー。
お、ガスマスクつけたけどレベルアップした。やったね。常にガスマスク常にあらないといけないってわけじゃないからね、確か。これは、あ、クイックメニューにできる。クイックメニューの、ここ。よし。で、外せる。OK。ガスマスクゲッチュー。やったね。あ、ちょうど目的地だったんだ。で、ここだ。ミハイを助けに行かんと。早く。無線ではなんかもう弦楽見えてバンバン撃ってそうだったけど。でも、物資も大事。まあ、ミハイさんにはね、ターニャの情報の鍵があるからね。助けてあげんとね。行こうか。敵がまたいるんじゃないかな。大丈夫か。80メートルになんかあるな。どうしよう。見ていく。でもさ、なんか変なやつをあの国威のストーカーなんかがさ出現してさ、クエストどころじゃなくなるってパターンが嫌だな。大丈夫かな。一応行ってみるか。ライフル24発か。ここら辺だな。30メートル。上か。あ、建物の中の上だわ。行ってみるか。天候がさ悪化してさ、またさチェンノブライトストームだっけとは、けどちょっとまずいんだよな。大丈夫かな。ロックピックも一応あるし。ここ何の施設だろうね。読めないな。ロシア語読めない。日本語さ怪しいのに、これ。うん。何かありますか。 3D スキャンしてるからやっぱ、あー、そこに物資がある。あ、上にもある。あれはね、多分ねバーナーで溶かさないといけないパターンだよね。下だね。あー、このバーンアウト、これがやっぱいるね。はい、これ作らんと。上は落ちんなよ。ふっ、よし。ここ、あ、ガスマスクのフィルターだ。そんな使うんかな。いないか。で、あっち側か。行こうか。物が多くなってきたな。なんだ。ここ開けかな。あ、ピッキング。来た。食料に。手がかり来た。コードネームドロシー。キーポイント、ターゲット監視、プロジェクトドゥーガー安全保障に関わる全参考人を追跡可能となる。あ、一部が協力拒否してる。ドロシーが反共産主義の策略を関与している証拠はなく、西側の報道機関による国家機密の暴露の計画もまだ発見されてない。発見されてない。
そう、一応ね、なんだっけ、妻のターニアも、妻じゃない、恋人のターニアね、婚約者のターニアもまあ監視されたんだよね、確か。監視継続。ちょこちょこね、確か、今ね、婚約者のターニアを探してんだけど、KGB の監視をされてたっていう記録もあるし、どういうこっちゃって感じだけどね。なんだ、なんか、気のせいか。今音がしなかった。気のせいか。気のせいか。気のせいか。気のせい。ああ、この、自動ドアマジでやめてほしい。そこなんか、あ、上もあったのかな、別に変わる。自動ドアマジでやめるよ。ここ、あ、これ開かないやつか。これ開くかな。ここから行けそうだな。ピッキング来た。お、マジ。うわ、やった。ショットガンか。まあ、ショットガンもう持ってるから別にいいんだけど。あ、めっちゃ、あ、うわ、やば。弾めっちゃゲットした。しかも改造できる。今ちょっと改造はいいかな。ちょっと後から改造しよう。今回ちょっと収穫がでかいね。死なないように行こう。ショットガンもゲットしたし、よいしょ。 30m、 もう目的地すぐそこ。ああ、もうすぐそこだ。行こうか。できないよね。あ、なんかそこにめっちゃ物資あるな。あ、ここがガスマスク室のとこじゃん。しかもなんかもうガスの数波数は聞こえない。うわ、燃えてる。ちょっと待って、見入る。ちょっと待って、あ、ちょっとショートカットキーにこれ、あ、待ってた、あ、これ、こっちか。ライフの弾もないからこっちにしといて、で、ガスマスクをつけて、よし、でスキャンしといて、視界が悪いな。ここか。あ、誰か倒れてる。ちょっと待ってよ。敵の可能性もある。ミハイル、死体か。あ、死体じゃん。ちょっと待って、ボルバの弾、ミハイル、はい、どこ？下に行ける。自動ドアやめて。若手でもちょっと気味が悪いね、このゲームの自動ドア。なんで自動ドアにしてたんかな。ここ行けるかな。あ、あっつい。あ、なんかリュックある。ここ、これどうやってるんだろう。ラッキー。部品、部品。ライトが、ライトが回復しない。えっ、うん、あ、ついな。一応回復しとこう。あ、物資がもうあんま持てないな。よし、行こう。スキャンもう一回しとこうか、一応。こっちもいるな。
この兵士か。ラスマスのフィルター。ここからが多分マスクがいるとこだよね。あ、うわうわ見にく、なんか変な奴らがいるって言ってたよね。この物資は気になるな。あとマスでいいか。に入る？うわ、兵士が死んでる。うわ。うわ、え？今なんかいなかった。あとライト消える。消えた。うわ、ちょ、見入るわ。どこいんの？あ、これ？ミシャ、パディオン、うわ、パディオン、パライチ。主人公も。Да что ж в этих бочках？ Видимо какое-то отравляющее вещество. Я на 78. Да что ж это? Надо найти Михаила。勘弁してくれ。うまっ、ちっ、何？いやだ、もう動きたくない。ここからあ、開かないか。背中は壁。やばいね、やばいね、これ絶対やばい。もうブルブルしてブルブルしてもん。入るじゃないよね。ほらね。で、おっ、心臓止まるかと思った。もうお腹痛い。あー、もう勘弁して。これガスマスク、これしかも壊そうじゃん、これ。もういい。いや、もう勘弁してほしいな。こっちなんだよね。見入る？見入る？あれ？どこ？さっさ出ろよ、もう本当に。いい加減にしろよ。違うよね。さっきに止めた。ここか。これ本物？オッケー。ты не мамочка。и ты не мой дядя。Ты спишь у нее в комнате каждую ночь. Я когда вырасту большим, я тебе хрен отрежу и в глотку твою засуну. Надеюсь, ты хоть кристалл с собой принес. Он мне так нужен. Очень нужен. Он про метамфетамин, что ли? Этот парень, правда, нарко какой-то. Сзади! Сзади!後ろ？え、大丈夫？ここ閉じないの？閉じないの？え？ちょっと待って。なんかまずい気がする。
いる、なんかいる。なんかいる、なんかいる。主人公の精神状態はまずい。どこだ。こいつも死んでるよね、こいつね。うわ、待って。うわ、まだいるわ。何体いるんだよ。まさにまだ。まだいるな。抜け巻きじゃないよね、これ。何や、どうすればいいんだ。あ、ここ空いてる。あ、チェンドベイト。よし、よしじゃないけど。暗いな。ライトか、ライト切るのマジ勘弁してほしいな。暗くて見えない。入る？安全状態。時のストーカーのポータルジェネレーター住所さ、その近くにいる。え、なんかある。まずい。え、時のストーカー、ちょっと。え、あ、腰を、あ、ここ出たんか。あった。
Зачем ты вернулся? Михаил. Мазы. Какой тайжика? Посмотрим, на что ты способен. Так, что там, наверное, пойдет сюда. 全部立てる。頭がない。え、なんで？いや、もうライフル。全部使おう、弾。Это плохо для тебя кончится。動けないな。くそ、ミハイルを援護しないと。Зачем ты вернулся？まあ全部でも足りないなこれ。コケのストロークがマイナスあと2分で出るぞこれ。あと2分で出ればいいのかこれ。1万 HP あるからな。弾数的に厳しいな。まだか。今弾あんまない。あと40秒。大丈夫、リボルバーの弾めっちゃある。Посмотрим, на что ты способен。あと20秒。あと5秒。Посмотрим, на что ты способен。お、よし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 。ミハイル。何してたんだ。見てたよ今。Мы можем считать, что тема закрыта? Ты спас мой зад, и я благодарен. Но это не значит, что я тебе доверяю. Но ты можешь мне доверять. У нас общие цели. Угу. Я вот тоже так думал. Но ты завалил миссию. Теперь мне ясно, что это не так. Так что давай, увидимся. Или нет? Ну, 仲間に誘ってみることもできんのかな。タニアの情報を優先したからね。彼からは目を離さない方がいいな。頭数もできるだけ欲しいところだ。まあ信頼してくれよ。一緒に倉庫に来ないか。そう、休息必要だろ。隠れんのは一人でったら。ありえねえな。ああ、めっちゃ怒ってる。説明しよう。Слушай, Миша, прости, что мне пришлось отступить от плана. Ничего себе! Ты не отступил от плана! Ты тупо попёр на пролом и всё испортил! Знаю, я знаю. Но я пришёл, когда ты был в ловушке. Беспомощный, один. Заблудившийся в галлюцинациях про твою маму и её... А вот тут притормози, дружище! Ты можешь называть меня алкоголиком, говорить, что я нарк, преступник или насильник, мне насрать. Но даже не вздумай. Ты усёк? Не вздумай. Никогда. Говорить о моей маме. Ты понял меня или нет? Ладно, ладно. Да, я всё понял. 情報取ったら仲間になってくれないパターンかな。Да. Мне была нужна помощь.
Нужна была твоя помощь, а ты меня кинул. А, накамен такой наипой на Михаилу. Ну, ты сказки конец. Просто приходи на базу, и мы все это обсудим, когда оба немного остынем, ладно? Ты только не пугайся, ладно? Я открою портал, Потров, я говорю, и ты сможешь вернуться на базу. И что, накамен на такой ну, ну, на зону. ミハイルはどこまでだろう。あーちょっとまあミハイルとの関係がまずいね。悪化プラスステータスは悪い。やべえな。さっきまであんなにさ曇ってたのにさ見て晴れてるわ。どういうことだよ。関係がちょっとやばいね。関係改善戦闘。あとなんかある？なんもないか。一応物資がないか前だけ見て帰ろうか。あ、いやちょっと持ち物どうせ持てないし帰るか一旦。すぎるわさっきのは本当に。やっぱね一応サバイバルホラーって売りのだけあるね。やっぱりちょっとちょこちょこホラーで攻めてくるとかありますね。あ、ミハイル。Ты что вытворяешь? Жить надоело? Ну вот и что? Чего мы добились? У тебя, кстати, предсмертное желание есть? Ты все перепутал. Предсмертное.Только помирать не я буду, а они. Я не остановлюсь, пока не порву на части этих уродов вместе со всей их шоблой. Уж ты не поверь. То есть это у тебя личное? Вендет такая? Личное? Не твое собачье дело. У тебя одна задача была — уронить гребаные сервера. А вместо этого ты решил поискать эту свою барышню.Эх, плевать. Мне сейчас надо кое-что другое выяснить. Ну ладно, тогда не буду мешать. В общем, без обид. Береги себя. 達者になってくる。あ、でも一応は仲間になってくれるっぽいね。で、物資調達しょぼ。いや、俺が一回でさ、大量に取ってきたその。たまに比べてオリビエさんの少ないことを。食料配給、まあ、もう4人いるから4つ目のいいのかな。うわー食事がまずい。あ、基地内の放射線防護レベルが低すぎる。仲間の体力精神状態やばいな。快適じゃない。ベッドは足りない。オッケーオッケー、そこら辺はなんとかしよう。やべ、食料もまずいね。マジか。ちょっと待ってくれ。今なんとかするからな。うわ、リボルバーの弾がちょっと溜まってきたな。あ、ここのストレージちょっと増やすか。やばいねこれね。まず保管庫を増やしたい。コンテナね。あ、タンス。今までは18、24。あ、武器キャビネットが30あるわ。これ。作って、あ、ちょっとな、位置がミスった。リボルバーとショットガン2個ずつなんで一旦しまっといて、どっちかをミハイさんにやらないとね。
で、ここ、あ、これ一旦全部、やだな、入れ替えた方がいいね。リボルバーの弾多すぎる、30発あれば十分。で、ここら辺はちょっと、また後から整理し直したな。アイテム整理もせんとちょっとまずいね。ショットガン強かったね、意外とね。ガスマスクも手に入った。オーケーオーケー。あー、ここいっぱいだな。このさ、物資が並んでいくとね、ここにこう物資がな、あの並ぶのいいよね。このショットガンもほら、ここにリボルバーもほら、このシステム結構いいよね。よし、で、一応ね、その快適基地の、まあちょっとこう改善とかもしないとだね。 OKOK。 まずはベッドどこだ。あら、あら、ベッド、ベッド、ベッド、あったあった、これだ。あ、なんかちょっと邪魔だな、ここ。あとはちょっと作り直そう。基地の快適さはちょっとまずいんで。あ、スキルレベル上がった。この敷居とかもいるかな。オリビアが何かやってる。このベッド敷居をちょっと今はいいか。あとは、あとなんか放射能防護まずいらしいね。放射能防護はどこだ。あ、これだ。汚染シャワー、放射能吸引、そんなのあんの、すげえな。適当に置いとこう、この空気清浄機のところ、これね。いや、もうこれいいよ。OK。基地の快適さがちょっとまずいね。あと、仲間の居心地を、明かりとか置きまくるか。部品がない、混ぜた。ちょっと素材何も考えずに作ってた。パカ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 。素材とか考えて作んないと不足しちゃうね。あ、装飾品を作ればいいんだ。こういうのキノコとかで作るやつはいいな。謎のぬいぐるみの置いとく。このキモいぬいぐるみね、やめとこ。あー、これめっちゃ混ぜる。これさ、大量生産しようか。ここに。みんなの居心地アップね。このバレルにね、癒されるね、人がいるんだよ。OK。よしよし、これで OK だね。そのうちちょっとこれ、建築会がいるね、建築会がね。よし。ってなわけで。本日のチェンノブライトはここまでにしたいと思います。皆様本日もね、お付き合いいただきありがとうございました。まあ、一応、ミハイさんが仲間になってね、まあ、ミハイさんのクエストをちょっとずつ進めていくって感じかなと思いますんでね、もしよろしければ次回も見に来てください。ではね、本日もお疲れ様でした。